パイパンは、成人に達しているが陰謀が生えていない、または生やしていない女性の陰部、または、その所有者の女性を表す俗語。文献によっては性別を問わず成人で陰謀がない、人と定義する。左、女性、右、男性無毛症などの自然現象により、パイパンになることがある。例えば、副腎機能不全によるアジソン病で陰謀が、なくなることがある。 観光編でも陰毛がなくなったり縮れが消失することがある。このほか、低毛や脱毛によって人為的にパイパンとなるものもいる。毛抜きやカミソリを使用する以外に、近年ではヒートカッターやブラジリアンワックス脱毛、脱毛クリームを使用することもある。美容業界では、衛生学、衛生管理を意味するハイジーンからハイジニーナと、呼称する場合がある。語源は、 マージャンパイの白、別名、白板とされる。日本俗語大辞典はパイパンの見出し語に白パイの漢字を当てる。同書は類語としてお茶碗、瓦家をあげるが、これらの語は江戸時代にすでに用例がある。フライデー2012年7月20日号は無毛という新常識という記事で次のようなメリットをあげた。その他、排泄解除がしやすい。 肌トラブルの予防になるというメリットもある。大プリニュースは、博物誌第11巻に人にだけ陰謀がある。陰謀がなければ男女とも生殖能力がないと記す。これは誤りであるが、陰謀に性的な意味を持たせた初期の例と言える。パイパンの女性を俗に、ビャッコと呼ぶ。また、陰謀のない男性を、セリューと呼ぶ。 ビアッコは結婚すると不幸になるという迷信もある。イスラム教では女性は陰謀を恐るよう勧められている。脇毛と足の毛については個別の生殖者により意見が割れている。2009年、ドイツの心理学者エルマー・ブレーラーはヨーロッパの若い女性たちの間ではパイパーにするのが最新のトレンドであるという調査結果を発表した。十八から十五歳の女性の二人に一人が 陰謀を非衛生的であるとみなし、除毛している。2000年9月17日、セックスザ・シティの放送で、ヒロインのキャリー・ブラッドショーが、ブラジリアンワックスについて説明すると、ブラジリアンワックスの人気が急上昇した。2010年に発表された調査結果によると、18から68歳の女性2451人の少なくとも1、4位は、 最近1ヶ月以内に異毛を完全に除毛している。ありがとうございます。